どうも、中森大です。畑真一郎です。今回は鬼武者第3話についてなんですけど、ここでいきなり主人公を宮本武蔵にしたからこその展開というか、武蔵にとっての因縁の強敵が出現して、個人的には冒頭から非常にテンション上がりました。武蔵にとっての因縁の敵ってまさか？多分、しんちゃんは今、佐々木小次郎を想像したと思いますが、違います。今回の敵は京都の吉岡道場からの刺客、吉岡三兄弟なんですよ。ほうほう。まあ、厳密に言えば、実は第3話の中ではこの三兄弟の正体は謎なんですが、僕はネットフリックスで作品を見とる時って、日本語音声でも必ず字幕出して視聴してるんで、字幕の初めに誰が話してるのかの名前も表示されちゃってて、清十郎と伝七郎という名前からこの三兄弟の正体が一瞬で分かっちゃっただけなんですけどね。つまり字幕でネタバレ食らったんですよ。せめてそこは人物名伏せといてほしいですね。で、僕個人的にはバカボンドの印象が強すぎる清十郎と伝七郎なんですけど、本作ではめっちゃ悪役感が強くていい感じなんですよ。こいつら三兄弟って多分笑う時はクッククッと強い悪役にしか許されない笑い方をしてくれそうな雰囲気で、まさに強敵臭プンプンで登場してくるんですよね。ちなみに次男の伝七郎が槍をぶん投げて人を殺した後、まだ体の硬さが取れてないから腕が鈍ってるみたいなことをチラッと言うんですが、このセリフから推察するに、きっとこの3兄弟はジョジョの第1部でディオがやっていたような伊右衛門の現場パワーによって死人が復活させられたっぽいんですよね、うん、ということはこれすなわちこの後の展開で佐々木小次郎も出てくることが確定したってことですよね。マジ鬼武者って感じで個人的にはたまらない流れでした。魔界転生もそうだったけど、強いやつが魔の力で復活って展開、王道って感じで絶対面白いもんね。で、そんな感じで幕を開けた第3話は血生臭い匂いしかしない冒頭から打って変わって急にコミカルな雰囲気になります。村人の最後の生き残り西郷が先導した武蔵一行は伊右衛門の救う金山の中の砦を目指し、急峻な山道を火こらえながら進んでいくんですよね。まあ、いくら厳しい山道とはいえ、金山で生計を立てていた村で育った西郷にとっては生活道でしかないので、くたばりそうになっている武蔵たち侍連中を尻目に、私がこの集団の頭目だからお前らを助ける義務があるという論調で、ウサギや山菜などの食料をさらっと取ってきてくれているという非常に微笑ましいというか、みんな可愛らしく見える展開なんですよ。ただこういう作品の常識としてコミカルパートは基本的にその後に待つ凄惨な展開の前振りでしかないと言いますか、個人的には多分次はこいつが死ぬんだろうなみたいな感じでこの辺の下りを眺めちゃってましたね。言ってることは分かるけど本当に嫌な見方してますね。で、今回死んじゃうのは兄弟同然育てた2羽の鷹、太郎丸と次郎丸を司る小太り鷹城の五郎丸なんですよね、うんうん、五郎丸という男は血のつながりはなくとも本物の兄弟のように互いをおもんぱかるよう育てた太郎丸と次郎丸に目を細めながらも、本物の兄弟のように過ごしてきた兄弟子である伊右衛門と自身の関係に割り切れない思いを抱えていた状態だったんですが、それが吹っ切れて裏切った伊右衛門をとっちめれてやろうと決意したところで、伝七郎の槍に次郎丸ごと貫かれて殺されてしまう。五郎丸は自分を救おうとして身を挺した結果、巻き添えで死んでしまった次郎丸を気にしながら、太郎丸をお頼み申すと言い残しこと切れてしまうんですが、おそらくこの五郎丸のドラマを用いて兄弟と主人を失い復讐の燃える太郎丸と敵役である吉岡三兄弟の少し確実の見え隠れする兄弟ドラマをうまく対比するための流れになるっぽい空気なんですよね。なんかこういうバトルものって人間キャラが死ぬより動物のキャラが死ぬ方がショックが大きい気がするのはなんでなんでしょうかね。それ僕もすっげーわかります。多分それって基本的に純粋無垢に見える動物が人間のくだらないいさかいに巻き込まれてしまってる風に見えるからだと個人的には思っています。で、なんとここでも武蔵のキャラが光る展開が待ってるんですよね。ほんとマジで武蔵めっちゃ主人公なんですよ。五郎丸を殺され最後も連れ去られてしまった武蔵に向かって、この娘を返してほしくば明朝に山寺に来いって感じの冷たい声がどこからともなく聞こえてくるんですよ。その時に鷹の太郎丸が主人と兄弟の敵を取ろうと声のする方向へ飛んでいってしまうんですけど、そこで武蔵が鷹の太郎丸に向かって、やめろ太郎丸、お前の敵は相手じゃねえって叫ぶんですよね。で、なんと太郎丸は武蔵の言うことを素直に聞いて引き返してくるんですよ。ほいほい。個人的にはこの場面ぶっきらぼうに見える今作の武蔵ですが、五郎丸の遺言をちゃんと果たそうとしてくれている非常に義理深いというか情け深い側面が見えてめちゃくちゃグッときちゃったんですよね。本当に鷹の太郎丸の身を案じてやってるんだみたいな、はいはい、しかも本来主人である五郎丸の命令以外は聞かないであろう太郎丸も武蔵の言うことはすんなり聞いてくれるあたりから、生物の本能レベルで武蔵を上だと認めてる感とか、動物に信用される空気をまとってる武蔵の雰囲気とかも感じられて、マジでめっちゃ主人公やなって妙に好きな場面でした。変にすっげー強い戦闘描写を見せられるより、こういう部分をさらっと見せられた方が個人的には主人公感を強く感じてしまいますね。動物に信用されると主人公っぽいってなんかめっちゃわかるわ。で、その後も残ったメンバーの中で作用を助けに行くか無視して先に行くかでナイフみたいになっちゃうんですけど、それを武蔵が簡単だけど力強い言葉で収めちゃって、挙句の果てには雨の降りしきる中、武蔵が一人で急に刀を振り始めるんですけど、ここはもういくらなんでも主人公すぎて僕は笑っちゃいました。おうおう。一心不乱に刀を振り、自分だけでなく周りのメンバーの迷いも断ち切ろうとしている雰囲気の武蔵なんですが、その強烈の意志の力なのか天が味方してくれてるのか空が晴れていくんですよ。
もうこんなの半馬裕次郎が拳で地震止めちゃったレベルの話ですよね、うんうん、どんなにひどい状況に追い込まれても必ず活路を切り開くことという雰囲気を演出してるの分かりますけど、いくらどうでも主人公すぎるってなんか分かりますかマジで僕この武蔵めっちゃ好きっすね。やっぱり主人公ならこのぐらい突き抜けてほしいですよね。白して武蔵一行は心を一つに左右を救うため敵のもとへ思うことになるんですが、やっぱ主人公の魅力が分かりやすい上に強烈と中途半端にミステリー要素なんか入れなくても本当に先が見たくなりますよねってところで、じゃあお疲れっす。No deal, no right, it's no doubt. 誰でも持てる武器、それ夢の民調中合わせてみ One life only. てめろ命にカクカクっきり走る加減も見えぬ夜を探すな。